今回の豪雨によりお亡くなりになんだかたかとのご冥福を祈るし、ご家族の皆様に哀悼の意を表したいと思います。またすべての被災者の皆様にお見舞いを申し上げます。凄ましい被害の状況をこの目で見てまいりました。そしてまた被災者の方からですね、避難所生活の切実な思い、具体的な要望についてお伺いをしたところであります。被災者の皆さんの気持ちに寄り添ってできることは全てやるとの考え方で迅速に対応していきたいと考えています。被災者の方から安倍さんもっと情報を発信してくださいと話を伺いましたので、生活支援に関する情報を集約をして正確に迅速に発信するホームページを開設をいたしましたので、ぜひ活用していただきたいと考えています。一日も早く安心して暮らせる生活を取り戻すことができるように全力で取り組んでまいります。